まあ、でですね、うん、僕ら的にはですね、うん、一番大きな話題といえば、はい。はい、来週月曜日に行われる、真のコント日本一を決める夢のお笑いイベント、うん、キングオブコント2013ですよ。もう月曜日か。月曜日ですよ。4日後金、土、日、月、ね、4日後だ。やべえよ、もう。どうしよう。やだな。やだな。なあ、うん。まあでも、我々がね、うん、やれることはもうすでにやってますから、うん、ね、ネタを詰めていく作業とか ね、まあ、ね、はい、まあその、ただもろもろ僕らがやるべきことはやってる。はい、じゃあ、もう一つだけ、うん、足りないの何かって。もうやっぱり、みんなからの後押しが欲しいわけ。なるほどね。うん、応援ね。家族からの応援。そう、このね、この、うん、このあれから、あれのラジオで言う、はい、家族のみんなからの後押し、応援が欲しいわけ。なるほど。ということで、今日はリスナーのあなたから、うん、キングオブコントに関するメールを送ってもらいたいと思います。おー、いいですね。非常にフラット。いいですね。ラジオ的なフラットなね、お題でいいんじゃないですか。はい、我々を応援するメール、うんで。こんなことすれば勝ちに近づけんじゃないか、優勝に近づけんじゃないかというアドバイスメール。欲しい欲しい。はい。うん、そして、これ大事ですね、うん。応援ソングのリクエスト。応援ソング？うん。やっぱり今こっから気持ち盛り上げていかなきゃいけないところに差し掛かってきたわけじゃないですか、はい、時期的にね。うん、これを、ぜひともね、うん、まあ、その曲で、こんなエピソードがありますよ、ね。ああ、うん。で、この歌詞のこういうところが、お二人に頑張ってほしいっていう意味合いがこもってるんですよとか、うん、まあ、エピソードがこもった歌でもいいですから、はいはい、応援ソングリクエストなどなど、キングオブコントに関することなら何でも OK ですと。はあ、いいですね。なんか、ちょっと緩い感じの、いい感じのラジオですね。ドフラット。いいですね。ああ。でもこれで、本当に元気もらって、うん、よし、じゃあ本番に臨むぞっていう、うん、我々のこう気持ちを高めることができるわけじゃないですか。あ、だから、ここのみんなのメールによって我々が、どこの位置につけられるかっていうね、左右すると言っても過言じゃない。うん。うん。いいですね。ガチな感じでやってほしいですよね、はい。ちょっと台本に書いてあるんですけど、うん、まあ、スタッフ的には別のことをやりたいけど、うん、特に高円寺のどいたこと、平子が文句ばっかり言うからっていう。これさ、うん、福田とか石井とかこういうことちょこちょこ言うじゃん。俺一回言っとくわ。これガチね、ガチでね。うん、俺そういうのガチで気にする人だからね。俺の、その宣言なんだ。そういう感じが本当に、全体でやりたいことを邪魔してんのかなとか、うん、俺家帰って寝る前にちょっと考えるタイプだからね。考えてくださいじゃねえよ。はい、ということでメールアドレスは、ね、そうですね、はい、お願いします。お願いします。すべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。そしてこのアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは日本初のスマートフォン向け放送局ノッティリノッティビーでもスタジオのライブ映像とともに同時生放送でお届けしております。スマホで見るオールナイトニッポンゼロ、ぜひノッティビーでお楽しみください。ではここで一曲。9月は日本放送をはじめ首都圏ラジオ7局が心からリスナーにおすすめしたい楽曲を選んで徹底的に応援する史上初の企画、首都圏ラジオ7局スーパープッシュを行っております。選ばれたのはこの曲、 DW ニコルズでありがとう。13日の金曜日、ジェイソンが現れる今日、俺たちができることは何か、うん、それはそう、おも、嘘だろ、て、嘘だろ、なし、おもてなし、嘘だろ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ここで入れ込んでくるのか。ジェイソンウェルコムトゥジャパン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。いや、今日ね、朝から収録があって、うん、はいはいはい、まあ、お昼ぐらいに終わって、うん、まあ、このラジオまで、うん、時間空いたね。鬼の空き時間が、はいはいはい、まあ、10時間近く。はい、僕は普段なら絶対家帰ってるじゃないですか。うん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 、いや、今日はもうちょっと帰んのやめようと思って。おお、珍しい、うん。新宿でちょっと時間、10時間潰れるかなと思って、おーおー、ちょっと やろうと思ったんですよ。普通だったら、なんか、新橋のサウナみたいなこと、うん、ああ、もうマストですね、それ。でも新宿で潰そうと思って。どうやったの？まずですね、うん、映画を見ようと思って、おうおう、バルトナインに行って、はいはい、ありますね、うん、風立ちぬの、うん、見ようと思ってね。お
チケット買って、それも、ちょっと、8時半ぐらいの、夜の20時半ぐらいの、これで20時半までこれもういなきゃいけない状況にしちゃう。なるほどね。追い込んだわけです。追い込んだんですよ。で、まあ、チケット買って、それでもまだまだ全然余ってますね。あるじゃないですか。まだ昼間だもんね、終わったら。これどうしようと思って、丸井の屋上にまず行きまして、丸井の屋上丸井の屋上に。広場みたいな。広場みたいなとこ。あそこのベンチに座って、LINE のゲームのポコパンを3時間くらいやってて。何それ俺、今のエピソード、お前がそれで潰した云々よりも、ポコパン？ポコパン知らないですか？その、ポコパンっていうゲームがすげえなって思ったわ。ポコパン知んねえの、平子さん、まず。知らねえ、俺 LINE やってねえもの。あ、そっか。何ポコパンって。あのね、なんて言うんだろう、ぷよぷよじゃないけど、こう、丸いなんかブロックみたいのが、3色揃って、こうスライドさせると消えるっていう。ああ、なんかよく最近、みんな CM でもやってるような、その流れだ。超面白いですよ、あれ。3時間なんてだって、俺ファイナルファイトでも3時間持たなかったぜ。いや、ポコパンは、3時間余裕です。本当？はい。向こうのブースもみんなの。いや、LINE で石井さんとか福田さんとか僕、友達にいますけど、みんな、高得点の。僕らその辺は、ポコパンに関してはちょっと頭上がんないです、この二人。え？いや、ほんと、マジで。すげえ受けてるけどさ、向こうでさ。おめえら俺の言うことでそんなに笑ったことねえだろう。何笑ってんだよ。なんだよ、ポコパンって。ポコパン、ちょっと平子さんやってよ。LINE をまずさ。いや、俺 LINE やんねえから。なんでよ、なんでやんねえのよ。LINE ってさ、俺わかんないの、うん。メールはあるじゃん。うん。メールの早いバージョンでしょ？サクサクこう返事が来るとか。そうですね。あと既読とか。既読、そう。俺だから、それをわざわざ登録してまで、LINE をやる意味がわかんないんだよね。やったことないからね。いや、今 LINE やってなかったらやべえっすよ。なんか、チャラいイメージがあるんだよ、LINE に。LINE? だから、自分の中でなんか、LINE やったら、やっぱ、どっかで、もう俺もおっさんだけどさ、どっかで自分を保ちたい、自分自身をね、保ってる部分一つ作っておきたいなっていうのが、俺にとっての LINE をやらないっていうこと。タトゥーみたいなもんだよ、だから。ああそういうものなのか。やった方がいい。LINE も便利だし、ポコパンも超楽しいし。LINE をやんなきゃ、そのポコパンはできないの？できないですよね。基本的にはできないです。何それ？平子さんポコパンやったらかまるわ。本当？うん。何？俺がいけそうな感じするって？うん、うまそうだし、なんか、ハマりそうな、すっごい単純なゲームだし。おめえネタ書かねえからそういうのできんだよネタだの何だのよ。いろいろまとめてよ。事務的なこと俺がよ、せっせかせっせかよ、家じゃできねえからわざわざ喫茶店行ってよ、シコ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 やってっときにおめえポコパンだかポコペンだか知らねえけどよ、おめえ石並べてんのかこの野郎。いやもうそれ言われたら何も言えないっすけど。おめえ給料マジ73にしてくれよ。じゃあ石並べていいからよ。だそんな平子さんの息抜きにポコパンどうですかって言う。知らねえよ。息抜けねえからをポコパンできねえんだよ。まあまあ、それで、まあ3時間ぐらい潰れたんですよ。もうそんな結構稼げるわね、3時間行けば。まあ、それでも夕方にもぐらいで、まあどうしようと思って、ちょっと初めて、ラーメン二郎行ってみようと思って。おお！はい。ラーメン二郎。はい。野菜マシマシとかの、あれの有名な、いろいろ用語を、僕ちゃんと、携帯で調べて、どう言ったらいいのか分かんないから、まず。で、なんかちょっと、クロートっぽい用語が、チョモランマっていうのがあって、野菜がもう、こんなに、山盛りで、こう出てくるという。ちょっとそれ頼んでみようかなと思って、お腹も減ったら多分食べれるだろうと思って、新宿の、ラーメン汁に行って、すいません。あ、並んでなかった。あ、全然並んでて、昼間だった。時間的にね。どうします？味、好みどうします？みたいに言われて。おお、かましてくるね。チョモランマで、みたいな。おぉ。はい？うわ怖っ。普通でって次。いや、なる。しょうがない。
まあそれで、うん、まあ普通、まあ美味しかったんですよ。すごい美味しくて、あ、これ食べれるなと思って、また行こうと思ったんですけど、まあそれでも全然潰れないから、まあでもその前、チョモランマは正しかったの？チョモランマね、後で見たら、お店によってあるとことないとこがあるらしいですよ。ええー、じゃあ、あっていいじゃんね。そうなんですよ、ね。わかってるじゃん、他店にそういうのある。もうそこの店になかったとしても、他店にあるってわかるじゃん。なんで堺にそんな冷たくしたのかね。僕だからってことはないんでしょうけど。当店にはって言ってくれるとかね。いや、すっごいかつかったな。店員さん全然愛想悪いっていうか、まあ、それが売りでもあるの。売りみたいなね。はい、行ったことないですよね。俺一回だけあるんだけど、友達と行ったし、はい、そういうなんかいろんなあれが注文の仕方があるって知らずに行って、なんとなくさらって頼んじゃったから、その時気づかずに行って、その後ネットとか友達とかに聞いて青ざめたの。俺危なかったな。とんでもねえとこ行っちまったなっつって。とんでもない。やらかさなかったかなって。後になって。まあそれでもだから時間、まあご飯食べるぐらいですから言っても。で、まあ、御苑、新宿御苑まで歩いてみようかなと思って。はいはいはい。まあ歩いてみたんですけど、新宿御苑の中をね。全然散歩面白くなくて。あれ、お金払うとこでしょ？お金払うとこで。何にも面白くなくて、ベンチで座ってまたポコパンやって。ちょ、もう、全部で4時間ぐらいやってるな。4時間やってる。俺ほんと、ポコパン。ほんとバカだなと思った、俺。自分で。時間の使い方おかしいと思って。でもそれは何？あの、点数を上げるために結構苦行としてやってるの？それとも気づいたら3時間経ってるとか？もう気づいたら経ってます。でもちょっと時間経たないとまたなんか、こうできなくなったりしたりするんで。ああ、そう。ちょっと時間待ったりしながら。制限があるから、余計にやりたいやりたいっていう、こう、渇望が湧いちゃうんだ。はい。で、ようやく、ようやく、まあ、風立ちぬ見れると思って。おー、はいはいはい。まあ、見ようとしたんですけど。まあ、なんせ歩いて、お腹いっぱいで。まあそうだね。ちょっと最後の方寝てしまいまして。ちょっと、もう一回見なきゃいけねえなっていうぐらいの、レベルなんですよね。だからまあ、風立ちぬのトーク、まあ平子さんも見たから。俺も見たから、この間、はい。しようかなと思って僕も見たんですけど、そんなに覚えてねえっていうのが正直なとこなんですよね。風立ちぬ？はい。ちょっと、もしかして今ここからの流れが多少風立ちぬのネタバレになる可能性あるから、はい、もしあの、これから見る、ね、あの、予定ある人とか、そうですね、そういう人とネタバレしたくないっていう人はなんか、ね、まあこのラジオは流しながら、なんかギターウルフかなんかの曲ガンガンに流してもらってね、はい、ちょっと聞こえない状態してもらって。はい、どの辺まで？女の子が、なんか行っちゃう、どっか行っちゃってなんか、手紙みたいのを置いて、なんか、綺麗なところそれ、もう、ほぼだよ。それも、でも僕、断片的に寝たり起きたりして、そこのシーンが最後僕、見たとこですね。俺、真ん中がっつり寝てるから。俺、逆に、頭と、ケツで、すげえ、飛ばされ方ね。ちょっとストーンって落ちる寝方をしたの、はい。だから自分でもほとんど寝たって気づいてない感じでバッって。バッチって目覚めたら1分ぐらいのつもりで目覚め、ね、寝、ねはい、ったら結構がっつり言ってて、親切じゃねえなって思ったぐらいに、前半後半繋がんねえ感じで。ちょっと二人でじゃあ喋ったら穴埋めできそうだね。穴埋めできるよ、だから。俺ら二人で一つなんだよ。お前これ、月曜日の決勝に向けてそれを言いたかったのか。違うわ。そんなメッセージなかったですよ、今のと。俺ら二人で一つっすよ、みたいな。だとしたら俺今、奮い立ったな。いや、そんなメッセージないです。いけんじゃねえか、これ。日本初のスマートフォン向け放送局、NOTTV。スタジオのライブ映像とともに、同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。はい。今日はキングオブコントに関するメールを募集しております。はい。はい。来てますかね、はい、なら来てますね。はい。ラジオネーム、マサルディ。キングオブコントで勝つには、平子が LINE やってないのはかっこいいとか、勘違いしてるそういうところをやめたら幅が広がると思うよ。そうですよね。ミキサーの川辺さん。
言っとくぞ、うん、川辺さん、このメールでようやくニヤってする程度だからな。厳しいからね。ああ川辺さんマジ厳しいから。川辺さん爆笑させたら大したもんだよ。大したもんだわ。俺らでもまだないし。あ、川辺さんも、これ、LINE やってます？やってるんすね。ポコパンは。ポコパンやってないんですよね。ポコパン、川辺さんやった方がいいよ。笑顔になるよ。あ、川辺さんポコパンやらせんだよ、お前。最後の日本男児だぞ。さあ、来てますね。群馬県ラジオネーム、マルガリマルゲリータ。キングオブコントは、コントの面白さ2割、ポコパンのハイスコア8割で得点が決まるので、LINE すらやってない平子さんは、出場禁止処分ですよ。もうね、ポコパン大会じゃん。キングオブポコパンじゃん。本当でもうすんげえ点数の人がいんのよ。俺さ、やめて、俺こういうの緊張する大会とかだとさ、うん、なんかネタやってる最中に、こういうのがふわっと頭なんか、出てくるんだよ。言わないで、俺もやりそうだわ、なんか怖いわ。いや、そういえばなんかこんなメール来たなーって、なんか緊張の度合いが5周ぐらい回りすぎて、なんか冷静にふわってなる瞬間ない？あるある。俺冷静にやれてるって。わかる。そうすると余計な何日か前の情報とかブワーってなんか蘇ってきて、うん、緊張してるのにネタ、噛むのよ。間違えたり飛ばしたり。ありますね。やめてこういうの、本当に。思い出しそうだな、もうそんなこと言ったら。ちょっとやめて。怖いわ。どっから、ポコバンって。100言ったぞ。リスナーだけが楽しめる大会で。何のこっちゃわかんねえ。千葉県ラジオネーム SV 抜け作。少年隊の東山さんが、うん、練習は本番のように、本番は練習のようにと言っていました。何言ってんのこれ。その、なんていうんですか、うん、リラックスして、やりましょうとか、そう。ああ、練習で気張って、ね、本番で、うん、肩の力抜いてみたいな。はい、よくわかんないな。うん、まあでも、いいんじゃないですか、ちょっとわかんねえわ。俺は。俺はね。ああ、俺はね。ああ俺はだよ。ああ、だからアメリカの留学帰りみたいな。変わってんな。神奈川県ラジオネーム、ジョアン2世。キングオブコントに優勝するためには、まず分析です。お、ちゃんと来たね。歴代優勝者を第1回から順番に上げます。バッファローゴロ、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイキング、この順番です。つまり、コンビ、トリオ、コンビ、トリオ、コンビです。ということは、今年はトリオの鬼ヶ島が優勝です。アルコ&ピースさん、残念でしたね。本当だ、でもコンビトリオ、コンビトリオ、コンビで並んでんだ。はぁ。あ、そっか、んで今年トリオは鬼ヶ島だもんね。そこだけだよね。鬼ヶ島だけか、そうですね。わぁ。なんか、ありそうな感じしてきたな、鬼ヶ島さん。純潔も受けてたもんな。これあるんじゃない、残念ですかじゃない、吉井さん。ちょ、応援メールくださいよ。いや、そうだよ、応援メールだよ。なんで鬼ヶ島、まあ、でもこの。まあ、あり得るからな。法則はすごいですね。こういう法則って意外と結構続くんだよね。そうなんですよね。それ怖いわ。なんだか知んないけど。うん、山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。アルピーを応援する気持ちをラップにしたためました。よろしくお願いします。あ、ちょっと読ませてもらいましょう。キングオブコント出るぞ、アルピーも。食い物残すな、そう、パクチーも。大切に育てた農家の気持ちを考えろ。このパクチーは、タイのチャイさん作ってるんだぞ。汗水垂らして、涙流して、作ってる人がいることを、後ろシティは、奥歯で噛み締めろ。あいえー。以上になります。頑張れ、後ろシティ。どっから後ろシティ入ってきたのかわかんねえ。綺麗なフェードインしてきたな。そんで、うまいな、平子さん、そのメール読むの、その。俺、しかもなんか、ベーシックなラップじゃねえだろ、俺の。ちょっと変則的だから、途中でちょっと変則気味になってきたけど。本格派の、うん。ラッパーだわ。クロートのラッパー。クロートのラッパーだわ。はぁ。すげえな。ジブラか平子か。白黒はっきりつけようじゃないか。あ、応援ソングリクエスト来てます。はい。杉並区ラジオネーム、レゾンデート、僕の応援ソングリクエストは高校受験の時に繰り返し聴いていた思い出の曲です。お、心が折れそうになった時、うん、諦めそうになった時、うん、いつも勇気づけられていた曲があります。お、いいね、今まさに、
戦いに挑む二人にぴったりだと思うので、リクエストさせてください。うん、頑張れ、アルコ&ピース。負けるな、アルコ&ピース。リクエストは、うん、シャムシェイドをお願いします。シャムシェイドはもう、あれ全然応援ソングじゃねえじゃん。3分の1のやつだろ？曲名は、うん、曇りのち晴れです。なんだよ、それ。シングルカットされてねえやつじゃねえのかよ。全国のリスナーが聞いたことない可能性あるじゃん。でも意外となんか元気出たみたいな可能性もありますからね。ねえ。超いい曲で。ほんと、ちょっと聞いてみましょうよ。はい。今、まだ探してるんですね。探してる？うん。そうそう出てこねえんだよな、これだって。日本放送のそのね、音楽倉庫から。そうですね。奥の方にあるのかな？ない可能性もあんの？CD 本体もまさか俺が。え、マジっすか？間違えてないですか？三分の一のやつ、あの、右端のっすよ。俺っすか？いいっすか？お前、やったー。俺、曇りのち晴れっすよ。初めてだろうな、もし出されたとしたら。すごいな。いや、逆に聞いてみたいわ、これ。ねえ。いや、多分、シングルカットされて、まあ、アルバムの曲とかなのかな。知らないもんね、確かに。曇りのち晴れ。なんかね、三分の一ですもんね、シャムシェイドって言ったらね。追われるほどは愛してもでしょ、うん、うん。あ、来た。それとあったのあった。ええー、聞いてみたい。でも、ガチでなんかね、ちょっと、うん、本当高校時代そういうふうになんか元気づけられてた曲ならね。ねえ。なんかちょっと頑張ろうっていう感じになりそうな。ほら、はい。はい。では曲行きましょう。シャムシェイドで、曇りのち晴れです。はい、お送りしたのはラジオネームレゾンデートの応援ソングリクエストでシャムシェイドで曇りのち晴れでした。俺これ聞いたことあるわ、俺も聞いたことあったわこれ。ああ、うん、なんか今入った情報によりますと、うん、ドラマ鬼の住処の主題歌ということで、なんか鬼ヶ島の応援ソングみたいな感じになってきたんだけど。本当だわ。でもほんなんかもうちょっといい曲じゃん、うん、よかったね。あの一発目なんかボケ入ってくんのかなと思って突っ込んじゃったら本当にいいやつだったっていう。今後ブレる可能性があるぞこれ。酒井、今日の夕飯は何食べた？カツ丼。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。シャムシェードのリアクションメールが来ます。なんだよシャムシェードのリアクションメールって。神奈川県横浜市ラジオネーム R の彼方、うん、ありがとう RP、うん、嘘じゃなく今日この曲ずっと聴きたくてうずうずしてたんだわ。シャムシェード最高、90年代最高、ありがとう RP。曇り命晴れ待ってるやついたんだ。本当か嘘か全然わかんない。絶妙なラインで全然わかんないや。本当だわ。もう一つ来てます。、ラジオネームビスコジャンキー、曇り命晴れ感動しました、うん、4500万円の借金の催促をされていますが、この歌のおかげで明日から明るく生きれそうです。よかったわもう。じゃあかけてよかったわ。ビスコジャンキーそんな借金あんの？なんか俺、家買ったの？なんかしらった感じですよね。なあ。だよ、曇り命晴れねえだろ。4500万は。曇ったまんまです。曇って雨降ってたね。雨降っても地固まらずで。土砂降りだよ、もう。土砂降りですね。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい。今日はですね、うん、来週の月曜日にキングオブコントの決勝があるということで、それに関するメールを募集しておりますが、うん、はい、メール来てます。大阪府ラジオネームジェソンズ、うん、ごめんキングオブコントのお前らも応援したいけど、今一番応援したいのは中島美嘉なんだ。なんか栄養面とかいろいろ心配になるじゃんあいつって。だから頑張れ中島美嘉。誰応援してんだよ。中島美嘉ずっとああいう感じだから、大丈夫だよ、多分。スタンダードだからね。そうですね。うん。中島美嘉結構好きなんだぜ、これ。うん、綺麗ですよね。いやいや、歌が。歌もね。うん、歌も綺麗ですよ。綺麗ですよ。愛媛県のラジオネーム、ネズミ後輩。
坂井ちゃんがポコパン面白いって言うから始めてみたんだけど、うん、すげえ面白いな。来た。平子、うん、これはやらないともったいないぞ。お、ちょっと平子さん、俺はポコパンやる時間あったら本当にファイナルファイトもう一回スーファミ引きずり出してやるからさ。いや、ポコパンやってきた。ファイナルファイトとどっちが面白いじゃん。ファイナルファイト。そうだろ、うん、いや、ファイナルファイトはもう名作ですからね。携帯でファイナルファイトとか買えんのかな。あったらいいな。なあ。スト2とかが確かね、あったりしますからね。ああ、そっかそっか。はい。な、操作性の面とかでな、うん、そのどうなのかなっていうの。そうですね。ね。はい、ということでアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、うん、ここで一部の地域の方とはお別れです。はい、はい、1時間お付き合いいただきありがとうございました。そしてこの後も聞ける方はお付き合いください、うん、応援ソングリクエスト来てます。来てます。お、調布市ラジオネームももプリン。高校卒業を機に地方から上京してきた私、うん、一人ぼっちで心細い夜、うん、私はいつもシャムシェイドの曲に励まされてきました。夢の舞台キングオブコントに挑戦する二人、明るく振る舞っていても内実は想像できないほどの孤独を感じていると思います。たとえ私がどれだけ頑張ってと口にしても三分の一の力しかなれないかもしれない。いよいよか。だけど変わらず応援し続けます。なぜなら私は二人とこの曲が持つパワーを信じているからということですね。ではリクエストいきますか。リクエストを聞き、曲を聞きながらですね、一部地域の方とはお別れしたいと思います。はい、シャムシェイドで曇りのち晴れ。せめて違うやつを。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV。スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、はい、曇りのち晴れの、リアクションメールが来ています。、はい、これウェザーニュースじゃねえんだよ。、ラジオネーム素朴な母ちゃん、うん、曇りのち晴れでも、うん、人生の道しるべになれる一曲に出会いました。明日から一から頑張ろうと思えます。この番組もリクエスト番組として今日から生まれ変わるんですね。出会いに感謝。ついにリクエスト番組になるか。一曲だけを。一部に上がる気満々だな、スタッフ陣。一曲だけ押して。あ、こんなメールも来てますね。中野区ラジオネームこわもて、うん、曇りの下晴れとか知らねえよ。せめて3分の1だろうが、誰も知らねえ曲で遊ぶんじゃねえよバカが。口悪いけど的確。いや俺だから次さっき1曲目曇りの下晴れで、うん、次2通目が、うん、さっきのね、うん、エンディングがなんか三分の一匂わせておきながら違うシャムシェイドの曲でちょっとちょっとっていう準備してたら、いや思わなかったわ。いやすごいわ。曇りのち晴れの天丼は史上初じゃないですか。俺だって今日初めて聞いた人放送事故だと思ってる人いるだろうって。2曲同じのかかっちゃったよ。やばいやばいやばい。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。曇りのち晴れ何度聞いてもいい曲だな。噛めば噛むほど味が出る。まるでスルメのような曲だ。おい、RP。お前らもスルメみたいなコント頑張れよ。なんだバカにされてんじゃねえかよ。なんだよ、スルメ。どっちだよ。どっちなんだろう、これ。噛めば噛むほどだから、なんか、パッと見はわかんねえけど、後からなんか思い直すといいコントだったな、みたいなことだ、これ。これ、曇りなし晴れもバカにしてんだろ、これ。そうですね。俺、ちょっと頭についてきてなんか、うん、今回結果良かったら、うん、すげえ思い出のいい、ねえ。いや、じゃないけど、すぐ、そうですね。この歌聞くと、あの時の感じを思い出すみたいな。完全に今頭残ってんもんな。それなんかのさ、番組とかで聞かれた時にさ、シャムシェードの、曇りのち晴れなんですけど。ちょっとね、ごめんなさい、うちの曲で準備がないんですか。あり得るぞ、お前。芸人は2種類に分けられる。アルコ&ピースか。それ以外だ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。
アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。はい、今日はキングオブコントに関するメールを募集しております。こんなメールが来てます。はい、ラジオネーム、おしゃべりオムライス。うん、曇りのち晴れが盛り上がっているところですが、うん、シャムシェードの12年ぶりの新曲が配信されるというニュースが、たった今、午前4時に公開されました。ちょっと待って。ひょっとして、宣伝のための台本ですか？違う違う違う、マジで違う。マジなんですかこの。あ、資料が来た。本当だ。すげえ。さっき本当に4時だ。うわ。シャムシェード12年ぶり新曲。マジか。スティール We Go 配信スタート。マジ？これだって、これさすがに12年ぶりの新曲のさ、うん、発表が俺らこの4時にあると思わねえじゃん。なんで4時？マジで違う。知らない。すごいね、これ。俺らだって別に縁もゆかりもねえから、この人らの宣伝する必要ねえし。シャムシェイドもびっくりしただろうな、聞いたら。なかったっけ？頼んだ？漏れてる大丈夫？漏れたとてメンバーの一人が来てます。横浜市ラジオネームマウスの複数形マイス。平子さん、坂井ちゃん、キングオブコント決勝に向けての4つの言葉を送ります。うん、努力、うん、根性、うん、気合、信念。うん、この4つはシャムシェードの元ボーカルエイキさんの右腕に入っているタトゥーです。もう今日シャムシェード特集じゃねえんだよ。キングオブコントの応援メール、お願いしますよ、ちょっと。おめえらさ、リスナー全体に言っとくぞ。見つけたじゃねえんだからな。本当に。本当違うぞ。俺は本当にこれをバックアップに背中押してほしいの、ね。本当に。緊張してるしさ。あ、こんなの来てる。うん、三重県のラジオネーム、モポコロニオタ。ポコパンあるある。ランキング1位のやつとの点差に唖然。いや、知らねえからさ。知らねえよ。いや、これは、なかなかの出来のあるあるですよ、これ。いや、あるあるじゃねえんだって、バカ。キングオブコント決勝に向けて応援メール。ね。そもそも募集してないですもんね、ポコパン。ポコパンあるあるやってねえよ。これほんとそうなの、でも。いや、ガチで。いい具合のあるあるです、それ。あ、そう。みんなわかる。1位はすげえんだ。もう、どうやってんのみたいな。どんだけ。いや、だとしてもだよ。いや、だとしてもだよ、ね。だとしてもだよ、うん。応援メールですね。ようやく違うの来たと思ったら、そう、うん。あ、キングオブコント来てますね。ラジオネーム、メロンイエロー。ネタを披露した後、うん、司会のダウンタウンさんとの絡みのところで、うん、浜田さん、松本さん、うん、ポコパンやってますか？めっちゃ面白いですよ。と、全力で KY 発言をしてください。これでたとえ優勝できなくても、爪痕は残せ、仕事は増えると思います。いえ、減るわ、もう。そんなの。仕事は減るけど、LINE の CM 来るわ。みんなもポコパンやってる。空気読めなくても、ポコパンは読める。坂井、俺も始めようかな。安い CM だな。ちょっとちゃんとした応援メール、こうやればね、本当に俯瞰、うん、みんなって俯瞰で見れるじゃん。うん、そうですね。うん、こうやると面白いですよ、テニスつきやすいんじゃないですかって、はい、そういうの本当に、うん。北海道ラジオネームバスケットカウント、坂井さん、うん、俺もポコパンやってますよ。でもまだ30万点しか出ません。 ID 教えてください。川島直美に聞いとくように頼まれました。なんでだよ全部なんでだよ。もう一回、本当に。お前余計なおかず出すからよ。いや、こんな食いつくと思わなかった、ポコパン。ポコパンとシャムシェードの特集になってんじゃねえかよ。やめろよ。俺もう、どっちもわかんねえからさ。こんな枝分かれあります？シャーって分かれたな。決して相まみえないものが。三重県のラジオネーム、モポコロニョータ。キングオブコントの応援歌ですが、僕が M1 グランプリの、イズギャン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 、ウーワーワー、ウーワーワー、ウーワーワーの BGM を歌います。え？
歌います？何で？どうやって？今？俺歌ったよ。お前送ってきたから恥ずかしい、ね。ラジオネーム魂の左。キングオブコントって自分らで出囃子決められないの？無責任に言うけど、シャムシェードの曇りのち晴れにしなよ。無責任だな、本当に。誰がわかんない。本当だよ。これ聞いて、リスナーもちょっと、うん、ああ、本当に流した。ちょっと弾いて終わるよ。マジでやんだ。ああで、その次の週の、あ、本当にああいうのやんない方がいいっす。ラジオはラジオだけでとどめておけないですか？最悪だよ、そんなの。あ、応援リクエストメール来てます。ラジオネーム、セバス4世。夢を持つことの大切さを歌ったこの曲は、うん、もう間もなく夢を叶えるであろうお二人にぴったりだと思います。うん、ちなみにこの曲は、僕が現在の職業である、パイロットになるきっかけとなった曲でもあります。マジで？キングオブコント、健闘を祈ります。うん、頑張れ、アルコ&ピース。うん、シャムシェイド。ドリームス。なんで今ずらすなよ。もう一曲いけばいいじゃん。ねえ、ここのずらしなんだ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、メールが届いております。京都市ラジオネーム、ういろう。ポコパンあるある。やっている途中で電話がかかってきて、うん、んとなる。俺全然楽しめねえんだけど、このメール。いいとこつくなぁ。はい、あるあるです。間違いなく。本当？はい。さっきの1位との点差に愕然とするみたいな、うん、どっちがあるあるって言ったか。僕、でも、今のが良かったですね。ああ、そう。うん。電話来て、うんとなるの、よくある。ああ、まあ、知らねえけど。うん、栃木県ラジオネーム、木曜オールの受験生、件名、ポコパンあるある。これ読まなくていい？読んで、読んで。楽しい。俺、全然楽しくねえよ。読んで。お前と福田と石井だけじゃん、楽しいの。まあまあ、一応読むよ、うん。ポコパンあるある。結構長く繋げそうだったのに、うん、途中で話しちゃって、はってなる。うわー、あるー。あるある。俺、前の二つはまだ想像できるけど、うん、これに至っては何のこっちゃ全然わかんねえわ。いやー、もうこれをポコパンやってる人はもうみんなあるって今思ってますよ。クソメールだ、俺にとっては。いやいやいや。ちょっと待って。ラジオネーム、うん、ドサンコファイヤー。件名、ミワポコパン。大概にしろよ。ほんと大概にしてほしいわ。まあまあまあ、一応読むわ。何が書いてあんの？酒井さん。うん、隠れミワでおなじみのミワさんも、ポコパンやってますよ、うん。何でも課金しちゃうぐらいハマってるらしいです。へ、課金とかあんの？ありますあります。なにそれ、パズルゲームでしょ？パズルゲームですけど。課金して何が変わんの？なんかアイテムとか揃えて、なんかこう。アイテム。こう。ブロックを崩せば崩すほど、なんか敵を倒せるんですよ。で、ハリネズミとかなんか、アリクイとか、なんか。なんでお前、そんな小動物だよ、お前。俺なんか見たことあるのドラゴンとかそういうやつだよ。あ、それ、パズドラじゃないですか、多分。可愛い動物たちをみんなで、なんか、みんなで倒すの。アーモンドとか、チェリーとかなんか、いろんな、森のアイテム。ちょっと面白そう。何その、ちまちましたやり方。組めばいいじゃん。俺も今言ってて面白いなってちょっと思ってきたな。もう一回。え、それ課金すると石とかになるの？硬いやつとかに。いや、多分そういうアイテムもあると思います。やだ。うん。お前課金してんの？僕は無課金です。無課金？無課金。じゃあ、どんぐりとかで。どんぐりとかで一生懸命。え？それ課金して、ミワは課金して、それ結構なえげつねえやつで。ベアーズキラーとかいうやつで、リスとかビシャーって。パツイチだし。シャー課金最高何それ、うん、ちょっと興味持ってください、平子さんも、やっぱり。
ああ、それはまあ、パズルゲームと RPG の敵を倒すみたいなのが合体してんだ。あ、そういうことです、そういうことです。でもリスとか、そういうやつでしょ？そう。アリクイ？アリクイ、アリクイ僕倒せないですけど、アリクイいますね。タヌキみたいなやつとか、森の仲間たちを。仲間たちを。こちら側、どんな目線で、そいつらを倒そうとしてんの？なんか、あれ？なんか、森林伐採の業者みたいな。なんかね、最初にやった時なんかストーリーみたいなのあったけど。悪者なの？そっち側は。悪者だと思います。それをどんぐりとかで。悪者になっちゃったかなんかで、うん。どんぐりとか、森の仲間たちが。うん。くるみとかで。やめてあげてよ。なんか、違う方法でなんとかできない。俺、そのためなら課金するわ。違う方法。目を覚まさせるっていうので、5万円までなら出すわ、俺。えげつねえな、結構。はい。酒井、好きなエキスは何だ？ロイヤルエキス。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースです。それでは、こちらのコーナーに行きましょう。元気いっぱい酒井ちゃん。このコーナーでは番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になれるようなメールを紹介していきます。今なんて言ったの酒井ちゃん今ね、うん、平こっちがね読んでる時はね静かにしなきゃいけないんだよ。ごめんなさい、元気がなくなってきたみたい。あ、ごめんね。じゃあ元気もらおうね、みんなにね。元気が欲しい。京都市のラジオネーム、ういろ。酒井ちゃん、うん、ティラミスの取り合いで、うん、江口洋介と喧嘩しないでよ！絶え間なく降り注ぐ、元気じゃない。酒井ちゃん、どうした？元気がなくなったし。どうして？やっぱり、久しぶりにやるとわかんない、なんか。どんな感じだったっけ。思い出しながら、ね、思い出しながら。満月みたい。ダメだよ。ね。別になんか思い出してなんか得られるようなヒントも過去にはないからね。大阪府のラジオネーム、ザット。道端アンジェリカが、さっきから酒井ちゃんのことばっかり見てるよ。どこで見てんの？どう？道端アンジェリカどこで見てんの？うん、どう？スナイパーに狙われてる。いや、道端アンジェリカだよ。道端アンジェリカはスナイパーだ。違うよ。絶対そうだ。元気が出るわけないじゃん。元気が欲しい。わかった、元気をね、出るやつね。満月みたい。満月はダメだよ、わかんないけど。満月みたい。ね、じゃあ、東京都のラジオネーム、旦那シモン。酒井ちゃん、毎日頑張ってる酒井ちゃんにご褒美を用意したよ。テレ東に駐車してある佐久間プロデューサーの車を30秒間でできるだけ壊していっぱい点数稼いでいいよ。ドゥーディレッ、波動拳昇竜拳竜巻石拳拳波動拳ドスコ波動拳昇竜拳竜巻ドスコ元気いっぱい酒井ちゃん。あれ元気になった？元気になった。どの辺で？なんか、佐久間のやつ全部ぐちゃぐちゃにする俺が。俺がやってやる。みんなの総意だろ。俺が背負うよ。叩き取ってやがっ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい。今日は、キングオブコントに関するメールを募集しております。はい。勇気づけてくれたりね、背中を押してくれたり、ね、応援ソングなんかもね、はい、同時に募集しておりますが、はい、メールは来てるでしょうかね。はい。兵庫県ラジオネーム、突然みーちゃん。キングオブコント応援メール。うん、頑張れ !FC 岐阜。俺たちがついている限り、J3 には落とさないぞ。一緒に戦おう。ソメヤチームを引っ張ってくれ。ソメヤ知らねえよ。俺もわかんねえわ、それ。誰だよ。ソメヤ。FC 岐阜っすね、ここにね。兵庫県の人だからな。むちゃくちゃだよ、もう。
バカにしてんだろ、ちょっとこれ。バカにしてるな、これな。ちょっとバカにしますね。そうだよな。J3 には落とさないぞ。J2 なんですね。ギリなのかな。ギリなのかな。ラジオネーム、エビゾリ猫背。酒井さん。うん、ポコパンのフィーバータイムは、うん、右を消しているときに左を見て、左を消しているときは右を見ると、次に消すところがわかるので、とてもスコアが伸びます。うん、まあね、そうだね。確かに、それちょっと俺、まだできないな。やっぱ消すとこだけ見ちゃうから、やっぱり、難しいんだよな。だからテクニカルな話？多少ちょっとそうですね。あの、ぷよぷよで言う、次出てくるやつがこの色だから、今出てきたやつはこれによって。そうそうそう、もう、次の一手を読むっていう。うん。それが、ポコポン。ネタ書いてねえ人がやるやつ。違う。ネタ書いてる人もやってます。やってねえよ、お前。やってねえよ。お前、禁止な、ポコパン。ポコパンちょっと今やめられないですよ、ちょっと。秋田県、ラジオネーム、純也。ストレートに3分の1の純情な感情をかけてください、うん。触りだけでいいです。曇りのちなんとかはもういいです。うん、もう一度言います。触りだけでいいので、うん、3分の1の純情な感情をかけてください。あれ、結構強めに入ってきたけど、うん、どうする？どうします？あ、もう一枚来てます、うん。ラジオネーム、フェンダー。曇りのち晴れよりもドリーム派のヘビーリスナー。うん、ラジオネーム、シャムシェイドのドリームズ好き子です。ドリームズをリクエストします。ラジオネームチクタック、シャムシェードリクエストですが、グレイシャルラブでお願いします。新しいの来たよ。俺らにとって全部新しい情報だからな。ラジオネーム出まかせ、今日の放送、なんとなく残尿感があります。うん、ここは3分の1の純情な感情、ストレートにかけるべきです。うん、かけないと、ラジオマン失格だぞ、スタッフ。ということで来てますが。さあ。じゃあ応援ソングいきましょう。シャムシェイドでグレイシャルラブ。聞いたことねえと思ったわ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れの時間です。はいはい、まあ、あ、これ流れてるやつがシャムシェードの新曲、ま、10人ぶりの新曲の、さっきあの4時に発表された、すげえ新曲、今これ流れてる、これらしいですね。あら、シャムシェード尽くしの2時間でしたけども当初の予定とだいぶ違いましたけど ね、まあ、結局最後まで3分の1の純情な感情もかからずということですけどもでもまあいろいろね、当初、まあ、これ、まあ、流れるんだろうなっては思ってましたよ、うん、はい、シャムシェードのね、はい、くくりで、はい、だけど結構一曲一曲ガチで背中押される曲っていう、うん、あ、普通にいい曲っていう、そうそう、うん、その辺のちょっとあの恥ずかしい感じとかあれってあの、うん、どっちなんだろうっていうのねあれ、ちょっと変な感じのこそばゆさがちょっと残る回でしたけどもはい、特にその応援メール、うん、まともに送られてくるわけでもなく、ね、ねえ、まあでもなんて言ってもね、来週月曜日は、うん、決勝ですから。いや、そうですよ、やっぱりね、俺前に話したやっぱ優勝してみんなであのここの1回 B1 のスタジオ借り切っての、うん、ストツ大会で飽きたらぷよぷよ、それもう芸人さんにもあれ絶対誘ってって俺何回も言われたもん。 あ、結構な著名人来んじゃねえのか、話すればゲストでいや来てほしいね。ねえ、うん、優勝してやりたいね。ね、リスナーから俺あの優勝しなくてもやってもらえませんかって言われてんだよいやぜひね、まあ、優勝したら僕らそこで出す炭の譜代は出すっていうね炭の譜とコロナの代金は僕らが ね、優勝賞金から出すっていうのを約束してますんで、お菓子をね皆さん買ってきてくださいね。 ねえ、お菓子おの言わなくてもおのので持ち寄るだろうな。あ、そっかそっか、なんとなくね、結構さして、女性のリスナーとかもね、なんかあ、リッツいっぱい買っておのおのでおすすめのリッツの食べ方
チーズの上にイクラ乗っけてとか、うわこれ、ま、なんかボケ狙いのリッツとかもあるけど、あれ意外とうめえなみたいな。しょっぱいリッツと甘いリッツもね、あーいいっすね、いろいろ分けてね、あ立食のリッツパーティーをしながら、ぜひね、リッツをコロナで流し込んで、うん、スト2をやりませんかと。これは我々の優勝にかかってるわけですから ね、 そうですね、このイベントはぜひ来週いい報告ができるように ね、 ね、頑張りましょう。そうですね、はい、はい、ということで番組にメールをください。質問報告何でも OK です。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん家族アルコ&ピースの1週間、そして攻めてみました、うん、あとポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ、詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください、はい、もうあの話した後にもいろいろ構想が駆け巡って、俺そればっかなんだわ今。ネタうんぬんじゃなく漫才も考えなきゃいけないんだけどさ、そんなの考えるの楽しいもんね。枕投げもなんか闇雲に投げるんじゃなくルールをちゃんと設定した方が楽しいけど、あの2班に分かれて何からしらの陣地を守る枕投げ合戦、めっちゃ楽しそうだわ、うん、だからあのディフェンス側だけいてもダメみたいな、ね、ああいいですね。ぜひ優勝してちょっと実現させましょうよ。はい、はい、やりましょう。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と後ろシティの明日は大義でした。